ベートーベンのピアノソナタ第23番。熱情の展開部以降の楽曲分析の動画です。定時部までの分析はすでに別の動画でアップロード済みです。定時部から分析を確認したい場合は先にそちらの動画をご覧ください。展開部の構造は定時部とは違い、厳密な決まりはありません。ただ、ベートーベンは大体大きく3つに分けています。1つ目は展開部の導入。もう1つは展開部のメインとなる部分。最後に再現部へと戻るための秘訣バックです。この曲も同じ考え方で作曲されています。順番に見ていきましょう。流した部分が展開部の導入です。聞いてみると、定時部の第一主題をほとんどそのまま使っていることがわかると思います。この部分での注目のポイントは、今日の急激な変化と展開部のメインに進むためのエネルギーの作り方です。まず、今日の急激な変化について解説します。展開部では定時部が終わり新しい音楽に入ったことを示すために印象的な入り方をする必要があります。そのため多くのソナタでは展開部の最初に激しい転調が行われます。定時部の最後は変異単調で終わりました。変異単調はフラットが7個の調です。ところが展開部導入の途中ではシャープが4つもある補強調へ変わります。とても大きな転調です。フラットが中心の音楽からシャープが中心の音楽に切り替わっています。フラットの音楽とシャープの音楽では印象が違います。そのため、スムーズに移り変わるためには少し工夫が必要です。この画像は先ほどの画像で補聴器へ入る直前までを示しています。赤く四角で囲んだ部分に注目しましょう。青く印をつけた C ナチュラルの音とドフラットの音は楽譜では違う音のように書かれていますが実際にピアノから鳴る音は全く一緒です。そのようにシャープをフラットの音で書き換えたのが赤く囲んだ楽譜です。最初の2小節にはナチュラルが全くついておらず、実際に演奏されている音は変異単調の音から変わっていないことがわかります。少ししたら、ミにナチュラルがつき、変異単調から少し離れます。その次は、ラにナチュラルがつき、さらに変異単調から離れます。その次は、レです。このようにして、
フラット7個の辺、異端調から、シャープ、4つの補強調という激しい転調を自然に行っています。次に、展開部のメインに行くためのエネルギーをどのように作っているか解説します。赤く囲んだ部分が重要です。この部分は補強調の手話音を出してほしいと思わせるような和音の動きをしています。その気持ちにしっかりと応えるにはバスとソプラノが両方ともミになる必要があります。ところがこの部分ではその気持ちに応えずに一番下の音はソでもう一度同じ形が繰り返されます。一度期待に応えてもらえなかったことで2回目ではさらに手話音が欲しくなる気持ちが強化されています。この気持ちに応えることで展開部のメインが気持ちよく開始できます。ちなみにここまでの部分は補聴調で進んできたため、当然音楽を初めて聞く人は補聴調の手話音を想像します。ただし展開部のメインは補聴調ではなく補単調で開始します。つまり、いい意味で期待を裏切られるため、さらに新鮮な気持ちで展開部のメインを聞くことができます。続けて展開部のメインについて解説します。展開部のメインというようにまとめて説明しましたが、細かく分けると3つの部分に分かれています。第一主題を改造した部分。第二主題に向かうための推移を改造した部分。第二主題を改造した部分の3つです。要するに、提示部の重要な部分を少し変えてもう一度演奏しているということです。ちなみに、展開部の音楽の作り方でよくあるパターンが2つあります。1つ目は、提示部で使われた部品を規則的にコピー、ペーストしていく方法です。もう1つの方法は、提示部とほとんど同じ形で演奏するけれど、別の調に変えることでイメージを変える方法です。この曲では、丸一番がコピー、ペーストによる方法。丸二と三が調を変えて違うイメージにする方法で作曲されています。それでは順番に見ていきましょう。流した部分が第一主題を改造した部分です。赤く区切りをつけたように3小節の部品をコピー、ペーストしています。最初は補単調。次に破単調。破調調。変異調調。最後にこの画像の次のページでは変ロ単調へ進行しています。これらの動き方は、基本的に、シャープが、一つずつ、なくなっていくか、フラットが、一つずつ、増えていく動きです。展開部の、音楽で、短い部品を、コピー、ペーストして、進行する場合は、このように、規則的な、やり方を、
することが多いので、覚えておくと良いでしょう。ちなみに、今説明した規則だと、画像で赤く囲んだ部分は例外的な動きをしていることがわかります。ある程度の規則性を感じさせながら、ワンパターンにならないようにベートーベンが工夫をした部分だと言えます。なので、この破綻調に入る瞬間はある程度注意して演奏する必要があるでしょう。この画像は先ほどの続きで規則通りに転調してフラットが5個の変ロ単調までたどり着いた部分です。今までは休符だった場所に音が追加されており、何かが変わり始めたことを感じさせます。その直後に今までは3小節のまとまりがセットになってコピー、ペーストされていたのに2拍ごとのセット、1拍ごとのセットというように短くなります。つまりこの部分では次の音楽へ向けたタイミングの調整が行われていることがわかります。流した部分が第2主題へと向かう推移を改造した部分です。違う調になっていますが、提示部の同じ部分とほとんど同じ内容です。そのため説明しないといけない場所はそれほど多くありません。赤く囲んだ部分が重要です。この部分は提示部では存在していません。展開部で新しく追加された部分です。この部分はすべて同じ和音で書かれており、青く矢印で示した音を出してほしいと感じさせるエネルギーを持つ和音です。つまり、この赤い部分が追加されたことによって次の部分に進むためのエネルギーが提示部よりも強化されています。見ての通り、だんだんと上下に広がって大きな音に変化しています。それが最大になったところで一気に収束することで次の部分に入っていきます。この部分が第2主題を改造した部分です。提示部では赤く区切った部分までを繰り返しており、繰り返しも途中で終わりました。展開部では見ての通り繰り返しではなく、少しずつ音を高くしながらコピー、ペーストしています。特にバスの動きを見るとわかりやすいでしょう。青く丸や矢印で示したように少しずつバスが上がっています。このようにバスが上がっていくととてもテンションが高くなりクライマックスに向けた盛り上がりを演出できます。
ちなみに、テンションが高くなっていくので、音もそれに合わせて大きくなっていくのが自然です。それなのに、画像の2段目では小さな音を指定しており、3段目では大きな音を指定しています。この2段目の音の大きさの指示は、テンションが高くなる流れに逆らっています。つまり、2段目では大きな音を出したいのをぐっと我慢して、3段目以降でその気持ちを爆発させるための演出を行っているものと言えます。先ほど説明した気持ちが爆発する部分が今流したところです。赤く囲んだ部分と青く囲んだ部分の2つに分けることができます。なお音楽の骨組みだけを考えた場合、多少のアレンジは必要ですが、赤く囲んだ部分はカットできます。つまり、この部分は音楽の骨組みとして重要というわけではなく、今までの盛り上がりを受け止めて、かっこよさやテクニックを見せつけるための重要な演出部分だと言えます。この赤く囲んだ部分と青く囲んだ部分は、どちらもすべて同じ和音で演奏されています。それが、この和音です。再現部のヘタン調の手話音を早く出してほしいというエネルギーを持つ和音で再現部へ戻る準備をしていることがわかります。次に、先ほどの画像で青く囲んだ部分についてです。青く四角で囲んだ部分に注目しましょう。これは、デイジ部の第一主題の後ろで使われていたリズムと同じ要素です。このようにして再現部に戻るやり方はピアノソナタの第1番でも行われていました。再現部の手話音を出してほしいという和音が演奏されている中で第1主題の要素を繰り返し演奏すること。で、第一主題がまた演奏されるという予感を与えています。このようにして再現部へ戻るための準備が完了しました。以上が展開部の分析と解説です。再現部まで解説すると動画が長くなりすぎるので、ひとまずここで区切りとします。再現部から先の動画は完成したらアップロードしますので、ぜひその時はご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。